いつもご視聴いただきありがとうございます。札幌オウム模型チャンネル店長の大阪です。今日の動画はこちら、スーパーアバンテです。今日はですね、いよいよピニオンギアをいろいろテストしたいと思います。まずは従来通りノーマル 17T ピニオンから始めたいと思います。それでは行ってみよう。はい、それではまずノーマルの 17T ピニオンで走らせてみたいと思います。はい、とりあえず今日は16秒0、ここからスタートでやってみたいと思います。次は 20T を試します。はい、とりあえずノーマルピニオン、今日は16秒0が出ました。で、次はですね、こちら、じゃん、 20T ピニオン、こちらに変えていきたいと思います。はい、それでは次はピニオンを20枚してみました。3枚上げです。これで走らせてみたいと思います。はい、戻ってまいりました。今 20T ピニオンに変えて 17T ピニオンで16秒0、 20T ピニオンで15秒5が出ました。で、いいところはいいんですけど、目標の2連ジャンプを1回で飛べるかどうかとなるとちょっと届かない感じなんですよね。で、これが次23になって、果たしてそれが飛べるのかどうかっていうのがちょっと難しいところですが、これもまたチャレンジでやってみたいと思います。まあ、とりあえずいつも通りな一個一個飛ぶような感じで少しずつペースを上げていけそうであれば、ちょっと2連ジャンプ挑戦してみたいと思います。さあ、次は 23T ピニオン、こちらつけて走らせてみたいと思います。で、ピニオンね、大きくなると意外と車がアンダーになるということが分かりました。当たり前かって感じですけどね。久々にアンダーになったなと思いました。で、 17T ピニオンの方が結構車クイクイ曲がったんで、パワー抜くと結構ハイサイドしないんですけど、今度は逆に走りやすくなったというか、ちょっと曲がんなくなりましたね。はい、そういう違いも感じながら、次は 23T ピニオンをつけてみたいと思います。はい、それではピニオン23枚にしてみました。それでは走らせてみましょう。Oh, my God.
はい、15秒1まで行きました、もう少しで14秒台が見えるところまで行きました。次は25枚で行ってみたいと思います。はい、戻ってまいりました、ピニオン 23T で15秒1まで出ました。もう少し頑張れば14秒台が出そうなところですね。で、結構スピードの方も出てきたので、アクセルワークをポンと離すとですね、ハイサイドしてしまいます。なので、なんて言うんだろう、これをポンと離すとハイサイドしちゃうので、抜き方もこういう感じで、入れ方もこういう感じで、抜くのも入れるのもちょっとゆっくりめ。ただ僕の場合、こうアクセレーションつって、ちょっと小刻みにやるので、それが分かりづらいんですけど、意識的にはゆっくり入れてゆっくり抜くような感じを、ストックなりのちょっと速いスピードで。で、スタビつければもうちょっとラフにできるんですけど、まだスタビをつけてないので、ポンと離してハンドル切っちゃうとハイサイドしちゃうという状況を、なんとかアクセレーションでカバーしながら操縦してます。で、いよいよ次、最後、ぴゃん、 25T ピニオン、こちらをつけて14秒台バシッと出したいと思います。それではチャレンジしてみましょう。はい、それではピニオン25枚14秒台出せるかチャレンジしたいと思います。14秒台に入りました。25枚ピニオンで14秒台に入りました、一応14秒台まだ出した人はいないと思いますので、初めての14秒台だと思います。それでは今日の動画はこれで終了となります。チャンネル登録、高評価ボタンよろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。さようなら。